豆板いぶし液を20倍の水で薄めます。薄いオレンジ色が目安です。銅板にカーボン紙、下絵を重ねます。ずれないようにテープで固定します。ボールペンで下絵をなぞり転写します。時々転写の確認をしましょう。クッション性のある台に乗せます。転写した下絵の線をヘラでなぞります。銅板を押さえる際に指紋がつかないよう布やティッシュペーパーで押さえましょう。下絵をすべてヘラ押しします。裏返して台に乗せます。線の内側1ミリから3ミリをヘラでなぞります。内側になぞることで表面が浮き出ます。丁寧に押していきます。押す力を裏表同じにしましょう。へこませるところは線の外側を押します。外側を押すことで表面がへこみます。表から見たイメージを考えて押しましょう。表にひっくり返し台を外します。再度下絵の線をなぞり歪みを直します。裏側にしてクッション台を下にしヘラで押してさらに盛り上げます。細部を表現するためにヘラの平らな面や角を使います。反りを押さえるために再度なぞります。台を外して軽くなぞります。全体を紙やすりなどで軽く研磨し銅板の汚れを落とします。湿らせた布で汚れを拭き取った後表面を空拭きします。銅板いぶし液を素早く塗ります。すぐに全体が黒くなります。乾いた布やティッシュペーパーで素早く拭き取ります。紙やすりで研磨し陰影を表現します。黒く残したいところは研磨せずに残し、スポンジたわしなども使って細かく磨いていきましょう。湿らせた布などで銅粉を拭き取りながら作業しましょう。味のある恐竜の化石の表現ができました。作品保護のため仕上げ液を塗ります。一方向に薄く均一に塗りましょう。